てる時にいきなりガバッて噛まれて、うわ、何ってなった時に、お前のことをずっと恨んでたんだ俺はっていう。はーい、あつしです。それでは今日は動物から学ぶこと3選やっていきまーす。ちょっと T シャツ、わかんない T シャツなんですけどね、着すぎてちょっとね、ふにゃふにゃになってきてます。はい、じゃあ始めていきましょう。僕、動物とお話しするっていうお仕事をしてるんですけど、動物から学ぶことってめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。ペットから癒しを求めてる方ってめちゃくちゃ多いと思うんですけど、僕は違うんですね。動物を飼うときに、一番最初はね、あ、可愛いなと思って飼い始めたわけなんですけど、2匹目、3匹目、4匹目とかになってくると、やっぱり僕も動物とお話をするっていうお仕事をしてるので、僕、ウサギを4も飼ってるんですけど、そのペットちゃんからもね、お話ししててすごくね、勉強になったりとか、何かね、疑問になったりとかすると聞いたりとかするんですよね。はい、そういうので、今までいろんなペットちゃんからご依頼をいただいたりとか、自分のペットちゃんたちとお話ししていて、これすごく大事だなっていうのをね、3つ選んでるので、もっとね、本当はいっぱいあるんですけど、その中でもね、これだけは捉えとかないと人生損するなっていう3つね、選んで今からお話ししていくので、最後までね、3本見てもらって、それをね、しっかり実践してもらえると、より幸せに向かうんじゃないかなと思うんですよね。結構ね、今のこの時代ってすごくね、お金とか地位とか名誉ばっかり目指して不幸せになってる人いっぱいいてるので、ぜひね、この3つ見ていただいて、ちゃんとね、幸せっていうところを目指してね、生きていってもらったらいいかなと思ってるので、はい、ぜひ3つ見てみてください。それでは始めていきましょう。どうぞ。はい、まずは1つ目。今を大切にするっていうことで、今大切にするってなんかね、ありきたりな言葉かなと思うんですけど、僕たちっていうのは過去、現在、未来があるじゃないですか。動物もあるんですけど、動物っていうのはね、ほとんど今を大切にしてます。どういうことかっていうとですね、人間って過去に何かをされましたっていうのをずっと覚えてて、恨んだりとかするじゃないですか。何年前にこうされたのを私はまだ覚えてるとかって言う人たまにいてるでしょ。でも動物がそれしてたらすごく大変じゃないですか。リラックスしてる時にいきなりガバッて噛まれて、うわ、何ってなった時に、お前のことをずっと恨んでたんだ俺はっていうワンちゃんとかおったらすごい怖いでしょ。でも動物ってそんなこと絶対しないんですよ。昔にされたことって忘れちゃうんです。どういう考えでペットさんたちはいてるかっていうと、とにかく今なんです。今、今、今の連続なわけですね。ですので、何か今楽しいことないかな。あ、今、飼い主さんの膝に乗りたいとかね。あ、今、飼い主さんに撫でてもらいたいっていうのしかないんですよ。僕たちは違うでしょ。過去にこういう経験があったからとかね。あ、過去にああいうことがあったなとかって、過去にいてる時間が長かったりとか、未来にも行けますよね。明日こうやってこれしないといけないな、あれしないといけないなっていう時間が多いじゃないですか。5年後はこうして、10年後はこうして、じゃあ明日はこれをしないといけないなとか考えるじゃないですか。そうじゃなくて、ペットっていうのは明日のこと一切考えてないですよっていうことです。そうすると、何が起こるのかっていうと、今楽しいっていうことに全力を尽くすので、ずっと楽しそうにしてるでしょ、ペットっていうのって。怒られて、一日中落ち込んで次の日仕返ししてやるっていう姿見たことないですよ。パッて見たら、ずっとこっちをこうやって睨んで、なんか、ってやってるとか、怖すぎるでしょ。ペットが、こう、恨みを持ち続けて怖すぎるでしょ。そんなことしないですよ。なんでかっていうと、今に集中してるからです。なので、人間は現在ね、過去と未来があるんですけど、できるだけ今できることを考えてもらうっていうのに集中してもらう。人間なんでね、過去の失敗繰り返してもダメです。ペットはね、過去の失敗繰り返しても可愛いなで終わるんですけど、人間ってそんなわけにもいかないんで、過去の失敗を繰り返さないようにっていうのもしないといけないです。未来のことも考えないといけないですね。今楽しいから全財産使っちゃおうってそんなわけにはいかないです。動物だったらしますよね。人間もこの今っていうのを中心に考えていただきたいんです。ですので、過去に行き過ぎないね。未来に行き過ぎない。今に集中する時間を、例えば 80% とかね。過去に 80% やってる人もいますし、未来のことばっかり考えてね、80% 使ってる方もおられるんですけど、そういう風になってくると、心のね、病になってきてしまうので、なんか面白くないなになってきてしまうので、はい、今何したら楽しいかなっていう、そういう時間をね、多くしてみてください。はい、ですので、今を大切にするっていうのが一番大切かなと思います。はい、じゃあ2番目行きましょう。はい、それでは2番目ですね。やりたいことをやる。やりたいことをやってますか？人間ってね、やけにね、他人の意見をね、聞いてから自分が決めようとかね、動物ってないでしょ。あの人噛んでるから俺も噛んでみようとかってやらないじゃないですか。噛みたい時に噛んでやるみたいな、食べたい時に食べるんだみたいな、結構自由にしてるでしょ。まあ僕たち人間社会って結構複雑なんでね、やりたいことってなかなかできない世の中にはなってきてるんですけど、でもやっぱり動物から学ぶっていうことでやりたいことをやるですね。人に迷惑かけなければいいんじゃないかなと思うんですね。ペットはそういう考えないですよ。あの人に迷惑かけなかったらこれしてもいいかなっていうのはないんですけど、範囲がありますよね。人間もね、やりたいことをやるっていう範囲、あいつ殴りたいと思った時にバーンって殴ったら、はい、刑務所行きますっていう残念な結果になるんですけど、はい、そうじゃなくて、何か人に迷惑がかからないことっていうのをやったりとか、例えばね、誰かに嫌なことを言われましたと、上司だったら、ぐっとね、こらえないといけなかったりとかっていうのがこう、今の人間社会だったりするじゃないですか。逆らったらなんか辞めさせられるとか、いじめられるとかっていういじめ問題とかも結構深刻だったりとかするじゃないですか。はい、でも、これは絶対に自分を守るためにですね、これは言わないといけないっていうのを、ちょっとだけでもいいんで、言うとかね。やりたいことを、これを僕はやりたいんだって言って誰かから反対されたとしても、やってしまうっていうのって、今のこう人間社会に必要とされてることなんじゃないかなと思うんですね。はい、僕もこの動物と話すっていうのをやってますけど、家族にそれを言った時に笑われましたよ。そんなの仕事なんかにできるわけないわってこう家族に一番最初反対されたわけですね。でも自分がやりたかったんですよ。自分がやりたかったんで、YouTube とかもね、Instagram とかもやってるんですけど、情報発信をどんどんしていくことで、仕事にもできるようになったんですけど、だから一番最初って、やりたいことをやってただけなんですよ。はい、でもやりたいことをやらずに、家族が反対するし、友達が反対するし、何よくわからないことやってるのって言われて、そこで他人のことばっかり聞いてしまってね、じゃあやっぱりやめとくかなって、思う方っていっぱいいてると思うんですよ。だから動物から学んでもらってね、ちゃんとやりたいことはやりたいんだって言って、やりたいことをやってみるっていうのね。自分、いや、本当はやりたいことあるのに、周りの目を気にしすぎてね、できないって言ってることがあるんであれば、ぜひね、一歩踏み出してほしいんですね。やりたいことを一つでもいいんでやっていってもらいたいなと思うんですね。一つやっていったら、次もできるようになってくるので、ぜひね、やりたいことをやってください。じゃあ、三つ目行きましょう。はい、それでは三つ目ですね。死んでも終わりじゃない。はい、どういうことかっていうと、ペットと僕お話ししてて、全員言うことが、生まれ変わりっていうことをね、全員がお話をするんですね。あ、これ、僕たちもそうなんだな。動物がそうなんで、僕たちもそういう存在なんだなっていうのに気づかされたことがあるんですね。これってね、やっぱり死んだ後のことってね、どうしても宗教観出てきちゃうんですよ。なんとか教ですかみたいな。輪廻転生、生まれ変わりを信じてるってなんか宗教っぽさが、ね、すごく出てくるんですけど、でもこれは宗教関係なしにね、動物がそう言ってましたよっていうお話なんですね。はい。これね、何が勉強になるかって言ったら、何にも勉強してこなかったら、死んだらおしまいなんだってよく言われるんですよ。人間死んだら終わりだからねって聞いたことあると思うんですよ、どっかでね。と思ってると、死んだら消えてなくなると思ったらもう怖すぎるんですよ。処刑されるまであと何日みたいな感覚ならないですか？じゃなくて、僕たちは死んだ後も次があるんだ。また何かに生まれ変わって、いろんな経験をずっとしていくんだって思ったら、今も頑張れるじゃないですか。次のためによし、ちょっと頑張ってみようかな、みたいな。はい。ですので、生まれ変わりを信じてもらえるならば、これだけはしちゃいけないっていうのがあるんですね。何かっていうと、お金、地位、名誉っていうのを追いかけ続けないでくださいねっていうことです。どういうことかっていうと、じゃあ、1億円儲かりました。地位、社長になりました。はい。名誉、なんとか賞もらいましたっていうので、生まれ変わった時はもう何にも持たないで、生まれ変わっちゃうんですね。じゃあ何を持っていけるかって言ったら思い出です。いい思い出ね。はい。まあ、失敗談とかもね、実はすごくいい経験になってたりとかするじゃないですか。そういう経験っていうのは持っていきます。感動したこととかね。そういうのは魂にね、こう刻み込まれてね、持っていけるんで、残念ながらお金とか地位とか名誉っていうのが全部捨てないといけなくなってしまうんで、そこに時間をね、ずっと使うべきじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、例えばね、お金儲けだけばっかり追いかけ続けるとどうなるかって言ったら、ああいうことやっとけばよかった。もっと自分が情熱が出ることをやっとけばよかったって思うんですよ。これってすごくね、動物から学ぶことであって、しっかりね、ちゃんと次もあるんで、今いろんな経験をするっていうのは動物がね、すごくよく言う言葉なんですよ。すごく今、いい経験ができてるっていうのは、すごいよく聞く言葉なので、僕たちも絶対しないといけないんですよ。お金儲けのことばっかりね、学んでも楽しくなかったな、みたいな、振り返った時に、もっと楽しいことやっとけばよかったって思ったりとかするので、何か楽しいことね、すごく楽しい人といるとかね、つまらないけどこの人といてたらお金になるからみたいな、そういう関係っていうのってね、振り返った時にね、いい関係じゃなかったりとかするので、この人といてたらすごく楽しいっていう人と過ごしてもらいたいなと思うんですね。ちょっとだけ話はずれましたけど、生まれ変わりをね、信じてるっていうことで、死んだら終わりじゃないよということですね。次もあるので、その次に向けてもね、今すごくいい経験っていうのをいっぱいしていってもらいたいなと思うんですね。じゃあ、これで3つ目以上になります。いかがだったでしょうか？それではね、1つ目、2つ目、3つ目とね、今からね、まとめていきますね。はい。では、1つ目。今を大切にするっていうことで、僕たち人間っていうのは過去とか未来とかがあるんですけど、今をしっかり大切にしないと過去ばっかり見てたり、未来ばっかり見てたりとかすると、楽しさっていうのがなくなってしまうので、今楽しいことをしっかりやってくださいねっていうのが1番目でしたね。2番目、やりたいことをやる。結構ね、人間っていうのは人の目を気にすることがすごく多いので、これをやったら誰かに何かを言われるんじゃないかとかね、例えば僕だったら動物話すって人に笑われるんじゃないかっていうのってすごく大きくてね、自分のやりたいことをできずに、やっぱりやめようってしまっちゃってるものが結構多いんじゃないかなと思うんですね。自分のね、そう勇気を持ってやりたいことをやるっていうのって絶対ね、後悔ないと思うんですよ。これやらなかったら後悔してしまうので、しっかりとね、やりたいことをやってください。それでは3つ目、死んでも終わりじゃないっていうことで、死んだら終わりだと思ってたら死ぬの怖くなっちゃうでしょ。でも、死んでもまた生まれ変わったらいいやっていう気楽な考えになるんですよね。そうなってきたら、今世でもしっかり楽しい経験いっぱいして、また次につなげようという考え方になってくるんですよね。ペットがね、みんなその生まれ変わりのことを言うので、死んでも決して終わりじゃないよっていう話でした。これで3つのまとめは以上になります。ということで、3つのまとめを見てもらったんですけど、動物から学ぶことっていっぱいありますよね。人間社会にずっといてるとね、ほんと疲れてくるんですよ。過去、未来とか見ちゃったりね、人の目ばっかり気にして自分のやりたいことできなかったり、それに加えて死んだらいなくなってしまうんじゃないかっていう怖さに怯えながらね、いいことなんか一個もなくなるじゃないですか。もう今に集中してね、なんか楽しいことを、自分のやりたいことをやってもらって、来世に生かすっていうね、その要点ね、こうしっかり掴んでもらったら、すごくね、楽しくなるんじゃないかなと思うんですよね。動物から学ぶことって他にもね、たくさんあるので、またね、他にもね、いっぱいできてきたら、皆さんにお伝えしようと思います。はい。じゃあ今日はね、これで以上になるんですが、僕のね、動画の説明欄に LINE の無料講座があるので、そこに登録してもらえれば、無料でアニマルコミュニケーションについていろいろ学べたりとかするので、ぜひね、登録してみてください。じゃあ今日はこれで以上になります。ありがとうございました。じゃあねー。バイ。